こんにちは、ジャーナリストの千原です。今日もねちょっと動画を、撮っていきたいなというふうに思いますが、ここのところね、2023年のドラフトのテーマをやらせていただいています。題してね、こいつを取れっていう、各球団こいつを取れというテーマでねやらせていただいているんですけれども、まあドラフトっていうのはね、いろんな楽しみ方があるんですけど、まあいろいろ紙面とかではね、指名予想とかあるんですけど、指名はね、そのうちね、まあ確定していくと思うんですよ、正直ね。そのうちね、まあ、GM とかね、それなりの人から発表されていくと思うんですけれども、まあそれはいいとしてね、まあ僕のこのチャンネルではずっと、こいつを取れと題しましてですね、要はチームにはいろんな、こうチームビルディング上ね、チーム構成上いろんな様子があるわけじゃないですか。このポジションはちょっと高齢化してるぞとか、このポジションは結構選手いるぞとか、一方でこの選手、このポジションは全然人いないよとか、去年の一昨年取ったけどあんまり伸びてないよとかね、いろんなチーム事情があると思うんですよ。で、今こういうスタメンだ。でも3年後はどうなの ?5 年後はどうなのとか、いろいろこう見ていくと、あ、うちのチームってこの選手欲しいなとか、このポジション欲しいなっていうのが見えてきて、ドラフトが楽しくなると思うんですよね。で、ドラフトっていうのはもう一番最初に夢を見る場所なんですよ。この選手に入ってもらって、この役割をやってもらって勝ちたいな、この選手がここやったら優勝するんじゃねえみたいなね。ね、だからこの3番安田山口っていうのは将来的にこのクリーンアップを打つわけじゃないですか。そこにもう一人入ったらいいよなとかね、そんな想像したらもうワクワクするじゃないですか。なんかそういうね、そういうこう観点で物事を見ていくと面白いというのは、提案も含めて、これ今日紹介するのはあくまで僕の提案ですけれども、で、僕が正しいわけでも何でもなくて、僕はこう思ってるだけで、ファンから見れば、いや、宇治原、お前、そこは違うぞと。そこはその選手じゃないぞ。3年後この選手がいるぞ。っていうことは、逆にここが空いちゃうね。じゃあ、ここの選手取りたいね。ドラフト候補で言えば誰だろうみたいなね。そんな話になると思うんで。で、早速やっていきたいと思うんですけど、まずピッチャーから見ていきましょう。まずピッチャーが、まずこれ、あれなんですよ。先発中継ぎ先発、まあちょっといろいろ誘導的なシーズンでありましたけれども、まあ大体こんな感じだったろうなということで、まあ佐々木朗希が1人目いて、で小島選手がいて、で種市がいて、メルセデスカスティーがいて、美馬選手が、まあ主に、こういうローテーションで回ってたかなというふうにね。中継ぎは終盤坂本選手、沢村選手、西村選手、横山選手、まあペルドもちょっと離脱しちゃいましたけど、増田選手と、まあこれ以外にもね、いろいろいたと思うんですよ。うん、まあ澤田選手もいたし、ね、いろんなこう、まあ選手がいながら頑張ってたかなと思うんですよね。じゃあ3年後どうなるんだろうとか考えてみるんですよね。でも佐々木朗希はまあポスティングでアメリカに行くだろうっていうのが、まあ3年以内に、まあ今年オフなのか来年オフなのか、まだわからないっていう状況ですけどね。まあそういう状態なので、まあ彼はいないだろうということで。で、外人はちょっと一応外しておいてます。で、まあ1番手、2番手に行くのは大島選手と種市選手だろうと。もう今年の大島選手はもう最終戦の則本と投げ合ったあの勝ちっぷりね。これはね、ほんともうエースだなっていう。もう時代変わったぞって。もうほんとね、まあ同じチームじゃないですけど、敵、相手となんか時代が、こと大島ぐらいの世代の時代になっていくんだよっていうのをなんか暗示したような、あんな活躍、そんな活躍でしたよね。なんでまあここにこの2人がいるっていうのはまあ大きいですよね。この2人がいるのはね。で、そこにまあ今年は中継ぎが多かったですけど、まあ中森選手とか森選手とか両方できる広畑選手で、ここに僕が一番お気に入りの田中選手が、春江選手がいますね。去年のドラフトで僕が一番評価してたのが庄司選手なんですよね。僕が編成部長だったらこの選手取るっていうのは庄司で、2番目がこう田中選手だったんですよね。だからロッテは抽選で始まりしましたけど、1巡目はね、庄司選手で、田中選手取ってますから、多分僕ね、合うと思うんですよ。ロッテの編成と気持ちが、物の見方が。だから、今年も僕が気に入った選手取るのかなとか思ってるんですよね、ロッテね。どうなんだろうね。ちょっと期待したいところですけど、結構ね、僕ね、実は言うとロッテって取材した選手、めちゃくちゃ一番多いんですよ、12球団の中で。ね、だからこうスタメンありますけど、ね、高校時代に取材したの、荻野選手でしょ、中村選手でしょ、安田選手でしょ、で、あっちに藤原京太もいるでしょ、なんですよ。で、プロ入ってからも、角中選手とかも取材してますしね、だから結構ね、高校時代見てる選手でいえば、岡選手も田村選手も見てるでしょ、
で山口選手はまあピッチャーとしてしか見てないけど、まあ、バッターっていう目で見てないですけど、佐藤俊哉選手なんて取材はしたことないですけど、実はねベルーナドームで会ったことがあるんですよ。彼は絶対覚えてないと思いますけどね、彼は大学生の時に。すごく 縁深いんですよね。なんで茂木野選手なんか本当に特に仲いいし、で角中選手はよく取材させてもらったしっていうので、なんですね。まあまあそんなことはいいんですけど、まあとにかくこういうローテーションになっていくだろうなって感じですね。中継ぎもこういうメンツがいいかなんでね、こう楽しみなこの2人ですよね。菊池選手が今ね、なんかこう去年ルーキー、今年ルーキーで入りましたけど、どうやら後ろっぽいんですよね。で安野選手も後ろでしょ。この横山選手、これがね、この5年間の間にどう移り変わっていくかっていうのは楽しみですよね。どういうポジションにこの選手たちがなっていくのかね。でまあ大島選手ここ外してますけど、まあ、ひょっとしたら FA するかもしれないっていうので外してて、種市選手、中森選手って、もうここなってくると多分もうね3本柱に5年後にはなってるはずなんですよね。なんでね、ここはまあ自然とできていくね、まああえて名前入れてないですけど、こういうふうにスライドしていくケースもあるし、まあいろいろね、今ファームでくすぶってるというか、ファームにいる選手たちがここにね名前を連ねていくのかななんてね、いうふうに思いますけど、まあとにかくピッチャーに関してはそんな感じですよね。でバッターなんですけど、バッターはまあとりあえず今こんな感じです。ちょっとねシーズン終盤中村翔吾選手が全然良くなかったんで9番に回ったりしましたけど、9番に回って、まあ、藤岡選手とちょっと入れ替わってたようなイメージですけどね。1番荻野選手、2番中村翔吾選手、3番が角中選手がいて、で4番に今ポランコ、5番に山口、6番安田、7番岡、まあもちろん石川慎吾とかね、そう違う選手がいたんですけど、まあ藤岡、まあブロッソーとかもいたんですけどね、岡、藤岡、田村っていう感じでした。じゃあ3年後どうなるのかっていう感じですよね。だからこっちに入ってこなかった、まあもう荻野選手とか角中選手というのはもう年齢的にね、だいぶちょっと3年後までレギュラーでいるっていうことは、ちょっとロッテ人伸びてないよっていうことだと思うし、その姿はちょっと想像したくないって考えていくと、誰が出てくるのかなっていうのはこの2人が、まあ、ポイントかなってね、この2人が頑張らないといけないと思うんですよね。でこの3、4、安田、山口、この5番をファーストにで佐藤俊哉がいる、このクリーンアップは結構怖いですよね。って考えてますね。中村翔吾はね、今年の感じだとひょっとしたら怖いですよね。厳しいですよね。いないかもしれない。でも一応入れておきました。で、池田選手、セカンド。で、松川、友杉っていうのを入れてます。で、5年後は、まあ、高部がそのままいて、で、友杉がいて、で、佐藤としてもまだいける。で、池田、松川、まあ、ひょっとしたら金田っていうのはまだね、全然高校生、ルーキー2年目かな、ぐらいだと思うんですけどね。こういう、まあ、顔ぶれになるって思うんですよ。で、こう見たときに何が、じゃあ、ロッテに足りないですかっていう話なんですよね。でやっぱりこの3年後の感じを見ると、確かに大島種市っていうのはいい選手なんですけど、軸になっていくんですけど、ちょっとこの若い世代だなっていうね、ここに厚みを加えたいということで、今年のドラフトの人気からしたらやっぱピッチャーじゃないですか。だからちょっと大学社会人のピッチャーを一人取りたいなと思うんですよね。1位はだからピッチャーかなと思うんですよ。なんでそういうイメージですね。でじゃあ野手じゃあどこが足りないかなってこう考えるんですけど、やっぱりね、左なんですよ。で二遊間がこう右なんですよね。なんでこうちょっと上位に左が多いんで、右が取りたいかなっていう印象はちょこっとあるかなっていうのと、ちょっとね、今まで藤岡選手と中村選手でずっと来たでしょ、ずっとね。でここからの転換期であると思うんですよ、3年後から5年後にかけたら。でそれを意識して、池田選手とか友杉選手をここのドラフトね、小川選手もいました、取ってきたんですけど、ちょっと不安かなっていうのが思うんですよね。なんで僕はちょっとね、二遊間を、補強ポイントにしたいなというふうに思っています。なのでこのピッチャー、まあ、2位も1位 こんな感じなんで、まだちょっと厚み加えたいですよね。で大学社会人と高校生っていうのをピッチャーをイメージしながら、こっちはまあ、右バッターだったり二遊間だったりをこうちょっと考えていきたいなというふうにね思いますので、そこら辺を考えていきましょうということです。でじゃあ誰になるのかって話ですよね。で大学生のピッチャーがいいので、これは1位はまあ誰でもいいっちゃ誰でもいいですよ、まあ、ロッテが誰を評価してるかなと思うんですけど、ちょっとここは僕自身ちょっとOB を引きずっちゃって、ね、西舘選手でいいかなと思って、中央大学のね、西舘同格のかな、西舘選手、これいいかなと思ってね、一応三馬選手と沢村選手の後輩に当たります。
ね、西舘選手、球は、ね、155キロぐらい出るって言われてますけど、そうじゃない。155出るけど、まあ変化球もいいし、ほとんどクイックで投げるし、でステップがね、ちょっと佐々木朗希とちょっと内野で似てるし、同い年なんです、佐々木朗希とね。同級生になるんですけど、ちょっとここで、佐々木朗希は来年もいれば、ちょうどね、2人で岩手コンビでね、やってほしいなっていうふうに思うんですけどね。うん、なんでやってほしいかなと思うんで、ちょうど西舘選手が、こう、ロッテにいいかなっていうふうにね、思いました。で、2位もピッチャーでいきたいけど、その場合は社会人というより高校生がいいと思うんですけど、これは木村選手ですね。霞ヶ浦高校。これはちょっとロッテが好きそうなピッチャーかな。まあ、田中選手ちょっと重なるところあるんですけど、こういうところで厚みを重ねていけば、ここに木村が入ればね、すごい大きいですよね。うん、5年後のローテーションまで決まっちゃうということなんで、高校生で1人、ここにね、入れていいんじゃないかなということで、1位を西舘選手、2位を、まあ、木村選手っていうのがいいのかなと思いますね。で、3位なんですよ。3位は二遊間って言いましたよね。二遊間がね、そんなにいいわけ、多いわけじゃないんですよね。で、候補としては、ね、辻元凛太郎選手っていうのがいます。仙台大学の選手です。右バッターで。バッター右なんで、こっちの方がいいかなっていう気もしますけど、もう一人ね、早稲田大学に熊田選手って言います。この選手はね、高校の時の、ジャパンの時の時は印象的でね、みんな金属から木製に変わるじゃないですか。それを感じさせなかったのが、この中日に行っている石川昂弥同期なんですけど、この熊田選手なんで、この熊田選手のバッティングと守備は、もうある程度ちょっと期待できるかなと思うんで、が熊田選手。まあ、熊田、辻元凛太郎のどっちかに選んでほしいですね。で、4位ぐらいに、ここで僕の宇治原の一押しですよ。3位、4位なんですけどね。僕がこう去年がね、庄司と、田中誠也で、それをね、この球団が示したわけですけど、で、僕は森田っていう選手が好きなんですよ、履正社の。この選手、ポジション的にね、ちょっとね、かぶっちゃうので、ちょっとね、指名は難しいかなと思うんですけどね、まあ、ロッテがひょっとしたら僕と合うような気がしてるんで、そんな指名もあるかななんてね、ちょっと思っちゃったり、ちょっと今思いついたんで言っちゃいました。まあ、そんなところですよ。なんで、こう、ちょっとね、ロッテは、まあ、佐々木朗希が抜ける可能性は3年後にあるので、まあ、そういう人生になりそうかなというふうに思います。まあ、岩手のね、海湾が、剛腕から海湾にね、こうスイッチするっていうのも、まあいいじゃないですか、ということで、そんなイメージです。はい、ということで、僕の、まあ、こう2023年ドラフト、ロッテのこいつを取れは、まあね、西舘選手、木村選手、ね、熊田選手か、辻元凛太郎選手あたりかなというのが僕の、こう、推薦です。だからファンの方々もね、ロッテファン結構多いと思うんですけれども、皆さんのこうなんていうの補強ポイント考えてもらって、俺はこっちかなみたいなね、うん、ここかなってこういう僕が作った打順と違うことを考える人いると思うんですよね。だからそういう風に考えてみて、じゃあ誰指名してほしいかななんて思いながらドラフト当日を迎えてもらうのもすごく面白いかなと思うんで、ぜひやってもらいたいなと。いうふうに思います。ということで今日はそんなところです。はい、よかったらね、皆さん、ドラフトを楽しみにしましょう。またよかったらね、僕のチャンネル登録、グッドボタン押していただいて、そしてオープンチャットでね、いろんなこう僕が他にも配信しているものがあるので、そこで来てくれれば、この今ちょっとね、ちょっと映ってますけど、限界突破っていう、ウェブマガジンも配信してますので、これもね、チャンネルと登録していただけると嬉しいです。まあ、概要欄に載せておくんで、よかったら何でもしてくださいということで、今日はこの辺で、まあ、今日はロッテ編を、こいつを取れロッテ編をお送りしました。よかったらね、聞いてください。またね、ドラフト終わった時も答え合わせじゃないけどしてみたいなというふうに思いますので、楽しみにしてください。今日最後までありがとうございました。ジャーナリストの宇治原でした。